速稼塾の久保です。世の中には稼げる方法ってのが無数にあるもんで、今日もですね、一般公開されている情報の中から、まあ非常に簡単に利益を上げる方法がありますんで、参考までにお送りしております。12月26日までの限定なんですけども、毎週火曜日とか木曜日の17時から19時、大手企業5社の株、これがですね、なんと 3% から 7% 引きにて10株購入できるんですよね。ということはどういうことかっていうと、購入してすぐ売れば利益が 3% から 7% 取れるってことなんですよ。これ LINE 証券を使っている方ならね、もしかしたらご存知かもしれません。12月10日はキャノンとかダイワハウス、こういったものがね、割引で買えました。で、12月12日は ANA とかね、トヨタ通商などの株が割引価格で購入できたということになります。例えばですね、12月10日のキャンペーンに参加して、キャノン株はこれ 7% 引きだったんですけども、これを10株購入すると、1株が2844円なんで、10株買って28440円ですよね。これを翌日に即売却して30,684円になるわけですよ。つまりですね、割引で買ってすぐに売るんで、利益が、まあ、ほぼ確実に出るってことですよね。もちろん暴落とかの可能性がありますんで、絶対っていうことじゃないんですけどもね。高い確率で、最初から値引きなんで、買えちゃいますよね。LINE 証券やってる方、こういう特典ご存知ですかね。で、当然ですけども、株価の高いものから売り切れってなるんで、株価の安いものでも買うことができれば、まあ、ほぼ外れがないかなっていうことです。利益をどうしても取りたい、確実に乗りたいとかね、株で買ったことがない方、超おすすめですよ。こういうふうなことが積み重なって株ってものがだんだん分かってくるんだと思いますけども、やっぱりね、稼げる方法をいっぱい探してね、いろんなよく分かんない投資とか行かれる方、一番簡単なのがこういうふうな LINE 証券みたいなね、一般で取引されている証券会社を通じて、割引、値引きってのを狙っていくっていうことだと思うんですよ。これからもこういうキャンペーンあると思いますので、あまり難しいね、暗号通貨とか ICO とか手出すよりも、足元ですよね。株とか FX だけをしつこくやって、それをまずは稼ぎの源泉にすればいいんではないかなと思います。で、そこで生まれた余剰資金をあっちこっちのね、よくわかんないものに入れていくってことで、雪だるまのように膨らましていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。今回はですね、LINE 証券で、7%、3%、3% から 7% ぐらいで即買いできる、特典っていうのはね、特典、株っていうのを紹介させていただきました。まあ皆さんもね、こういうことを、情報どんどん取れますんで、今はね、もっともっとね、私も発信していきますんで、しっかり実践してみてください。いや、簡単ですよ、本当に。